こんにちは、ヨガ数秘学のマダムユウコです。ヨガ数秘学というのは、誕生日の数字から9つの数字を導き出してきて、その数字を読み解くことによってその人のことを知っていくという、古代から続く教えなんですけれども、特に、ヨガ数秘学で注目をする、気をつけなきゃいけないものとして注目しているのが、生まれた月の数字なんですね。で、今回は2月生まれの方、2という数字に気をつけなくてはいけない方たちなんですけれども、そのどういうふうに気をつけたらいいのかということを、3つのポイントとしてお話をしていこうと思います。まず、第1のポイントなんですけれども、2月生まれの方っていうのは、何か、いい物事のいいことと悪いところがあったら、その悪い方の方を先に見てしまうという、そういう傾向があるんですよね。例えば、誰か、お友達がいたとして、そうねって、あの人すごいいい人なんだけど、とってもいい人なんだけど、いつも時間に遅れてくるのよねっていうと、そのいい人っていうところと時間に遅れてくるっていう2つの性質があるとしたら、そっちの良くない、時間にいつも遅れてくるっていう方に注目をしてしまうというところがあるんですよね。なので、それ自体は別に悪いことではないかもしれないんですが、やっぱりいつもいつも悪いところばっかり見てしまうと、ちょっとフェアじゃないじゃないですか。なので、全てにおいてこのマイナスの方を見るのではなくって、ちょっとそうじゃないいいところも見てみる、そういった目線を育てていくといいかなと思います。それから、2つ目のポイントなんですけれども、人の世話を焼きすぎないということですね。もともと面倒見が良かったりとか、すごい大事な人だったら特にいろいろやってあげたくなってしまったりする、そういう傾向がこうあるんですけれども、それやりすぎには気をつけてくださいね。人の世話を、焼いてもらった方がすごい嬉しいんですよね。心がこもっていて、気持ちがこもっていて、ただどうしてもそれをやりすぎると、こう自分が忙しくなって自分の面倒を見ることができなくなっちゃうんですね。なので、そういった部分に気をつけていけばいいんじゃないかなと思います。ひなちゃんこっち、はいはい。それから、第3のポイントについてお話をしますね。それは、自分を大事にするということですね。2という数字は、もともと自分よりも自分以外の人、特に、1対1の密な関係を持つ大切な人の方に意識が向いてしまうという傾向があるんですけれども、そうやっていつも大事な人、大事な人は大事な人なんですが、その人のことばかり見て、いろいろケアをしたり、面倒を見てあげたり、世話を焼いてあげたりしていると、つい自分のことを忘れちゃうんですよね。なので、そのまず自分のことを忘れてしまうと、なんか他人が自分になってしまったりするみたいな感覚になるんですよね。でもそうなってしまうとやっぱり困るじゃないですか。自分は自分でいたいですよね。ですから、その時々はもちろん相手を思う気持ちってすごい尊いんですけれども、そこで自分を忘れない、自分を大事にする、その時々は自分ファーストで言っていいんですよね。ですから自分を優先するということを忘れないようにしていくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は2月生まれの方のために3つのポイントとしてお話をしました。まず最初は、物事のマイナスの面に気づきやすいけれども、そればっかりを見ないっていうところですね。いいところにも目を向けましょうということ、それから、2番目のポイントっていうのは、こう人の面倒を見すぎない、人の世話を焼きすぎないということですね。はい、それから、第3のポイントっていうのは、自分を大切にする、人も大事なんだけれども、時々はこう自分ファーストで行くのは決して自分勝手なことじゃないよって、自分とのつながりっていうのを大事にしようねということなんですね。はい、ということで、この3つの点に2月生まれの方は特に気をつけていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでヨガ数秘学というのは、誕生日から出してきたいろんな数字を使ってその人のことを知っていく、そしてそれだけではなくて、こう人生の流れを
こう見ていったりとか、まあ、その年に大事なことは何かっていうのをこう数字を見ることによって知っていったりするって、そういう、こういろんなことが分かるこう教えなんですよね。なので、この私は、ヨガ数秘学のレベル1という、講座を、初級編ですよね、と担当していますので、興味のある方はぜひいらしてください。次回は、3月の28日と4月の4日の、2日間月曜日ですねに開催されますので、面白いかなと思った人はぜひいらしてください。私はこのヨガ数秘学という本を書いているんですけれども、講座にいらしてくださった方、初めていらしてくださった方、この本をプレゼントしていますので、そちらの方も楽しみにしてください。はい、ということで今回は2月生まれの方のためにお話をしてみました。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。マダムユウコでした。